こうして後藤一人は灰となり、もう二度とギターを持つことはなかったのでした。短い間だったけど、貴重な体験できて楽しかったです。ちゃんたち、暇ならうちの海の家で食べてきなよ。可愛い人にはおやつしちゃうよ。リアルパリピー。4人だからすぐ席用意できるよ。お姉ちゃんたち、JK どっから来たの？大丈夫？お父さん、私のアイス食べる？弱そうでしょ。なんかムカつくな。やっちまえ。鳥にまで舐められてる。鳥にまでって。後藤さん大丈夫？私は硬派なギタリストなんだ。文化祭でチヤホヤされたいなんて煩悩分けてバンド活動に集中しろ。ほら煩悩が薄れて。先生、誰か倒れてるんですけど。あ、もうすっごく楽しみ。保健室のゴミ箱に間違って入っちゃってたの。危なかったね。文化祭ライブ頑張りましょうね。